ヒロアカの今後の展開についてある予想を立てた読者の反応集。ではどうぞ。ヒロアカの今後の展開的に、ここから最後の敵みたいなのが出てきて、そいつを倒して終わり、みたいな感じになると予想してるんだけど、どう思う？このまま終わるかな？このまま終わるってことはないかもしれないけど、ここから新しい敵は考えられないと思うけど、ね、復興とかの方をしっかりと描いてくれそうな感じはする。東京グールみたいな感じになると思ってるんだよな。あそこまでダイジェストって感じではないと思うけど、ヒーローとしての本来の役割をしっかり描いてくれると思ってる。今週の最新話の作者コメで完結しないってのがしっかりわかったからマジで嬉しいんだよね。まだしばらくタイトルに乗っとってって言ってるからガッチミすぎる。作者がわざわざもう少しお付き合いくださいって言ってて、ジャンプからカウントダウンもまだないから、まだしばらくは続いてくれそうだよな。マジで嬉しいわ。なんならこのまま終わらないでいいんだけどな。本当に連載当初から最後まで流れが美しすぎて、完結するのがひしひしと伝わってくるからな。最高のヒーローになるまでの物語で、今週オールマイトが最高のヒーローだったって言ってるんだから、もう終わるでしょ。あったとしてもあと3、5話くらいじゃないのかな。最高のヒーローになるまでの物語っていうなら、あんなに街がボロボロの状態で最高のヒーローですってのはあまりにもひどすぎると思うんだよな。さすがにそこは最後まで丁寧に書き切ってほしいと思います。最高のヒーローの定義が難しいけど、さすがにオールマイトのあの一言が物語を始めるきっかけの言葉になったとは考えづらいけどな。難しいけど、いやいや、みんななんかいろいろ言ってるけども、あまりにも回収されてない伏線が多すぎて、それどころじゃないでしょ。足りてない情報が多すぎるって。そんな回収されてない伏線あるか。最後のスピナーとオバホとダビの生存くらいじゃね。そのあたりは1話くらいで終わらせてきそうなもんだけどな。イズクの父ちゃんとかもそうだし、いろいろと回収されてない伏線はあるんじゃないかな。トドロキ家の確執もそうだしね。オバホはエリちゃん次第なとこあるからなんともだな。卒業式やりたいって言ってたねじれちゃんとか3年ズの子たちがちゃんと報われることはあるのだろうか。しっかり卒業式やってくれるなら俺は何もいらない。ここから卒業式が入るなら2年生編とかそっちの方につなげないといけなくなるから、もうしばらくがかなり長くなりそうなんだけど、どうなんだろうな。卒業式は絶対にやってほしい。何が何でもどんだけ無理やりにでもいいからねじ込んでほしい。だってもうあのねじれちゃんがやりたいって言ってるんだもの。遺族の個性がどうなったのか、めちゃくちゃ気になる。どうなんだろう、やっぱり無個性エンドなのかな。ちゃんと個性はあるのか、新しく目覚めたのか。どうだ。遺族の個性は戻らないでほしいな。戻らないままでどうにか無個性のヒーローとして活躍してほしい。イズクは無個性で始まって無個性で終わってほしいな。イズクが無個性で、オールマイトみたいにいろんな個性を模写したメカで戦うアーマードイズクが見たいって意見を見かけてから、俺の中ではこれ一択になったよ。かっちゃんと結婚するまでは見ておかないといけないんだ。今週でついにかっちゃんが正式にヒロイン枠に浮上してくれたんだ。あとは最終回でこの二人が結婚するだけなんだ。かっちゃんのことを苦手だって言ってる人たちまで今週を読んで、さすがにこれで好感度上がったとかいろんな意見を見かけたから、マジでそのエンドでいいと思う。お茶子との関係がどうこうって部分よりも正直そこなんだよ。マジでここで公式からこの二人が奇跡のカップリングを見せてくれるなんて思わなんだ。堀越先生ありがとう。ダビとかがどうなったかだよな。あのままダビが終わってエンドだったら、トドロキ家の確執もなくならないしね。ちゃんと綺麗に回収しきってほしいよなとは思う。さすがにあそこでダビが死んだってのはないでしょ。トガちゃんはお茶子に血を与えたことで多分死んだけど、ダビがあのままエンドはさすがにスッキリしなさすぎる。エンデバーとその他家族、ヒーローとはまた別の全く違う形の物語だけど、あそこまで描いてくれたならしっかりと最後まで描ききってほしい気持ちですね。
イズクのお父さんってそういえば被服って言ってたよね。イズクのお父さん結構引っ張られてるし、ここに来て登場して個性が返ってくるとかある？すっかり忘れてたけど、確かに火を吹くって設定あったな。しがらきから個性を渡されて、そこから火を吹くとかが回収されることあるのかね。ちょっと弱い気するけど、お父さん自体の伏線が回収されるってパターンはあるかも。ただ無個性として生まれたんだから、両親の個性は結局引き継がなかった。これは徹底してほしい気持ち。お母さん自体も個性あったんだっけ？なんか最初の方であんまり覚えてないけど、お父さんが火を吹くってのは当時からいろいろ言われてたからありえる気はするな。なんなら最初の頃は、火を吹くって部分とか全く出てこないところとかから、お父さんがラスボスなんじゃ？とか見たもんな。そんなクソ展開じゃなくてよかったわ。お母さんは物を引きつけるって個性を持ってたね。ただ上でも言われてるけど、イズクは無個性だったからヒーローとして活動してたからね。個性発言はやめてほしい。個性が発言するうんぬんって話あったけど、そもそもイズクって個性なくなったの？歴代の個性が消えただけじゃ？そもそもの土台は残ってると思ってたわ。個性自体は死柄木に渡してるからね。そこから戻ってるかどうかとかは明言されてないから、どうなってるかわからんけど、一応今のところ無個性ってことになってるよ。無個性っていうか、残り火の状態だけどね。まあ残り火が消えたら無個性ってこともあるし、お父さんの火を吹くが残り火になってるのかもしれないよなって。残り火がくすぶってるっていう発言から、個性自体が消えてるって可能性はないと思うんだよな。それこそ父親の火を吹くと母親の引きつけるで残り火復活とかかな。マジでそこがめちゃくちゃ引っかかってるんだよな。わざわざ残り火がくすぶってるって言い方をするあたり、まだ個性は消えようとしてない感じがする。個性因子が共鳴して母親と父親の個性を発現させたとかの可能性とかもあるのかなとは思ったけど、どうなんやろ。何にせよイズクが無個性として終わるのは見たくないな。しがらきから個性が返ってきてる方を俺は願ってるけどね。イズクが11代目になっちゃうから名前のやつ崩れるけど、崩壊は考えにくいけど、ワン・フォー・オールは戻ってきててほしい。そもそもワン・フォー・オールがオール・フォー・ワンを打ち倒すためのものだったからね。その巨悪がいなくなった今、ワン・フォー・オールが残ってる意味はないからな。だから死柄木が返したエンドは正直見たくない気持ち。泣いてるかっちゃんが良すぎて、なんかもう今までのこの溢れてこなかった感情とかが、なんか溢れ出してきて、かっちゃんよりも大号泣したわ。なんだよもう。かっちゃんが泣くときに、なんだよそれ、とか、ふざけんな、とかそういう怒り方じゃなくて、受け止めきれずに涙溢れてる感じ、すごくいい。いろいろと思いながら、乗り越えた最終決戦だったもんね。これから回復してまた頑張るモチベの大部分を占めてた。イズクの無個性エンドは結構来るよな。お前に今まで何をしとったんだってセリフからもうかっちゃんのイズクに対する評価の変わり方とか、考えの変わり方とか、そういうものをひしひしと感じれるからいいんだ。過去は消えないみたいなネタついあって大爆笑してたし、それな、とか思ってたけど、こうやって反省して変わっていく姿を見せられるとやっぱ弱いわ。偉いよかっちゃん。あの日に謝った今までごめん。ガチャンと生きてて今日までずっといろんな思いを抱えながらも頑張ってきたって思ったらめちゃくちゃ嬉しいんだよな。堀越先生ならハッピーエンドにしてくれると思ってる。というかこの展開からバッドエンドになることはない。ここまで王道を貫いたんだ。最後まで王道を貫いてほしい。堀越先生がハッピーエンドにこだわってるかどうかってのはさておき、無個性エンドになるのかどうかってのはわからない。どこまでがハッピーエンドとして受け入れれるかだよな。ここまで王道を言った作品なんだから、最終的にイズクの個性が戻ってよかったね。かっちゃんのこともちゃんと解決策用意してるだろ。大丈夫、何も心配ない。イズクのこともしっかりと考えてる。あ
の日の反省をしっかりと噛み締めて大人になっていく。本当に1話から通して一番成長したのはお前だよ。むしろ幼馴染でもあんな扱い受けて今日までしっかりと友達をやってこれた。イズクのメンタルと懐の広さをしっかりと褒めてあげるべきだと思うんだよね。そもそもヒーローとしての能力値が高くてセンスもズバ抜けてたかっちゃんを見て、恐怖と憧れを同じくらいで抱いてたから、そこに関しては何にもないだろ。こうやって二人が話せてるのが本当に一番だわ。マジでなんだよ。もう、マジで付き合えよ。この二人がこの先永遠とイチャイチャして学思想に高め合ってるところをひたすら描いてくれ。ここまで壮絶だったからこそ、こっからは平和にどんどんと高め合うなり、なんなり二人の関係値の変化とか、アマネリの同級生たちの変化とか、そういうのを見たいよね。この二人付き合っちゃえよ、はマジでいろんなところで見かけてめちゃくちゃ笑ったわ。マジでそうだよな。初期の頃からは見違えるよ。本当に二人ともよく頑張った。マジでなんであんなボロボロになってこんなに元気に動いて歩いてできるんだよ。軽いリハビリってもっと軽いやつじゃないのか。軽いリハビリと聞いてまず頭に浮かべたのは、本当に立って座ってとかそういうものだと思ってたのに、歩いて思いっきりドア開けてるよこの人。お母さんのなんで動けんのよあんたは、の迫真な感じマジでツボだわ。ほんとそうだよな。まずなんでこんなガツガツ動けんのって話なのよ。どこまでもまっすぐ、どこまでもちゃんとヴィランだったよな。ほんとに中途半端に情けがあるとかじゃない、ただ理解できない敵でもない。この絶妙なバランスが素晴らしかったわ。敵とヒーローっていう対極のコンセプトが当初からあって、その関係性だったりその確執だったりはしっかりと残ったままだったってのが、何よりもでかいし貫いたのがすごい。敵としての価値観だったり敵としての境界線が絶妙すぎて、これいつか敵が味方になるパターンとかあるだろと思ってたけど、バホも味方として登場しなかったし、ほんとちゃんとしてるわ。あのクソ金玉に人生壊されてもうめちゃくちゃだってなってたけど、自分が壊したいっていう衝動には逆らわずに最後までイズクと争ってた。いい敵だった、素晴らしかった。敵は敵なんだけど、ちゃんと背景や過去があって、そこを救うって部分がヒーローの本質に繋がってるってのがマジで綺麗だったよね。本当に初登場から最後まで素晴らしい一本道だったと思う。変に救われたり思いが解放されたりとか、そういうお約束の激寒展開を使わずに、でもちゃんと救ったっていう展開を作った堀越先生がすごすぎる。もう壊したよに対しての返事が、今週あるのエモすぎるだろ、もう壊したよってどういうことだって先週思ってたけど、こういう意味があったんだな。すげーわ最後まで。もう壊したよの意味があんまり理解できてないんだけど、これは要するに壊したけどそのままにしてたら壊れたまま、ただ復興したり頑張れば壊れたことにはならないみたいなこと。まあすげー簡単に言ったらそういうことだと思う。壊したって事実がまだ確定してなくて、明日からヒーローが復興に当たれば壊したってことにはならないみたいな感じかな。ここまで徹底して敵キャラを作った堀越先生は本当にすごい。ちょっと同情しちゃうような敵とかもいたけど、ちゃんと敵は敵で終わらせるのがものすごく良かった。トガちゃんが改心して捕まってあげて、いつかお茶子と仲良く遊びに出かけるとかも見たかったけど、そうならなかったし、トウヤもそのまま行ったし、マジで徹底してるよな。正義は勝つ、悪は滅びるを前提にしっかり作り込んだ感じ。救われてもいいじゃんって思うキャラもいたけど、ヴィランとして救われはしても善人になるってパターンがないのはすごいよな。憎しみが砕けてもちゃんとヴィラン連合のリーダーなのがいい。どこまで行っても志村けんこじゃなくて死柄木弔なのがちゃんと最後まで敵としていてくれて最高にいいな。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。